女性の方しか見ないでください。痩せるアイドル水お伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、女性が飲むと痩せるアイドル水の痩せる効果と作り方がわかります。ぜひ最後までご覧くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。今回の痩せるキーワードはこちらです。女性ホルモンなんですね。だいたい30代過ぎてきますと、この女性ホルモンの分泌が、どんどん減少していってしまうわけです。でその結果何が起こるかと言いますと、どんどん太ってしまうということにですね、なりやすくなるわけなんですよね。なのでいつまでもその今まで通りの食べ方であったり運動であったり頑張っていらっしゃっても、この女性ホルモンが減少していく結果、私たち女性はですね、もうなんでこんなに最近こう太ってきたのかなとか、逆にちょっと前で言ったらすぐ痩せていたのに、なんでなかなか痩せないんだろうということが思い当たることがですねあるとしたら、それはやっぱりですね、一つは女性ホルモンの分泌がどんどん減ってきているからなんですね。なので逆に言えば、この女性ホルモンの働きを補ってくれる、カバーしてくれるものを取ればいいわけなんです。そこで今回私がお伝えしたいのは、この女性ホルモンに代わる働きをしてくれるお茶を私見つけてまいりましたので、そのお茶をアイドル水のアレンジバージョンとして作っていただいてお飲みいただくと、あなたは健康的で綺麗に痩せることができるんですよ。では早速その女性ホルモンの働きを補ってくれるお茶と、その痩せる効能、そして作り方を今からお伝えしてまいりますね。では今回はその女性ホルモンの働きに似た効能を持つお茶なんですけれども、これはアレンジバージョンです。でそもそもの元のアイドル水の基本のメニューがあります。レシピがこちらです。材料です。1天然水 500ml、 2緑茶パック1袋、3レモン果汁大さじ1、4蜂蜜大さじ1/2なんですね。でこちらが、ベースのアイドル水のレシピです。でこの基本の何を変えるかと言いますと、お水はもうそもそも使うんですけれども、この緑茶の代わりに使うお茶があるんです。それがこちらです。無印良品さんで私が見つけてきました、オーガニックハーブティーのノンカフェインタイプで、ハニーブッシュ&レモンという、ハーブティーになります。でこのハニーブッシュがですね、先ほどからお伝えしております女性ホルモンの働きに似た効果をしっかりと出してくれるわけなんですね。もっと見ていきましょう。これ素晴らしい効果があるんですよ。ハニーブッシュはですね、結構更年期障害に困ってらっしゃる方も、これを飲むと楽になったっていうですね、すごいお茶なんですけれども、もうとにかく女性ホルモンのバランスを整えてくれるんですね。イソフラボンを多く含んでおりますので、この女性ホルモンの働きに似たこのイソフラボンの効果で女性ホルモンのバランスを整えてくれるからなんですね。でもう一つあります。血糖値の急上昇を抑えてくれます。これすっごく大事ですよね。太る原因は血糖値の急上昇です。血糖値が急上昇してしまう、例えば菓子パンであったりケーキとかパスタとかピザとかですね、一気にその上がってしまう時に脂肪を溜め込んでいくんです。逆に緩やかに血糖値が上昇する食べ物はその間脂肪を溜め込まないんですよね。なのでとにかく、糖質、イコール血糖値がですねガバッと上がるっていうのが一番太ってしまう原因なんですよね。それを抑えてくれる効果があります。でこのやっぱり女性ホルモンもこういったのを抑えてくれる効果があるんですが、30代を過ぎるとこの抑えてくれる効果がある女性ホルモンが減るので、私たち女性はですね、30を過ぎた頃からだんだん確実にいつも通りの生活ですと、太ってきてしまうということになるんですね。そこを補ってくれるのはこのハニーブッシュなんです。でまた先ほどちょっとお伝えしましたけれども、更年期障害のケアにもなるお茶です。なのでそういった更年期障害で不定愁訴がある方はこのハニーブッシュすごくおすすめですから、もう痩せるプラスこういった辛い症状まで緩和できますので、もう女性にとってはもうこのお茶一押しなんですね。
でまた私あの別動画でこのアイドル水のアレンジバージョンたくさんお伝えしているんですけれども、あのベースはですね緑茶になるんですよね。ただその緑茶は、まあ、カフェイン飲料ですし、そのカフェイン飲めない、まあ、妊婦さんとかですねいらっしゃったりとか、まあ、そもそも緑茶が苦手とかですね、緑茶とレモンがこう美味しくないとか、まあ、いろんなその質問をいただいて私いろいろアレンジしたあのバージョンをお伝えしてるんですけれども、まずはですねこの緑茶のパックをこのハニーブッシュのこのハーブティーに置き換えるだけでも OK なんですね。でこれはアンドレモンですから、このレモン果汁を入れなくてももう良いんです。ちょっと原材料をチェックしていきますと、これも全部オーガニックで有機栽培なんですね。で有機のハニーブッシュが入っていて、その次に有機のレモングラスが入っています。でその後に有機キャロブで有機ジンジャーで、これねジンジャー生姜も入ってるんですね。でもポカポカ温め効果と代謝をアップしてくれますから、これもあの私別動画で生姜も入れてくださいねって、あの緑茶プラス生姜ってお伝えしてるんですけども、このお茶を使うだけでもこれ全てが入ってるんですね。そして有機レモンマートル、有機レモンピールということで、あのそもそものこのベースの材料のもうレモンがもう入ってます。でこの蜂蜜もですね、実はこのハニーブッシュはですね、ちょっとこちら読んでみますけども、蜂蜜のような甘い香りが特徴の南アフリカ原産のハニーブッシュに爽やかな香りのハーブをブレンドしましたなんです。でこちらもほんとね、まずはこの蜂蜜入れてもいいんですけれど もう入れずにこのお茶自体のですね香りを楽しんでいただきたいなと思うんですね。ものすごくもう癒されます。私このお茶大好きです。なので無理にこの今回のレシピではですね蜂蜜入れなくても OK です。なのでもう簡単、もうお水とこのお茶パックさえあれば、もう女性の方限定のですね痩せるアイドル水ができてしまうんですね。でこちらは実は1パックがですね、1.9g 入っていて、こちら1パックで9袋入ってます。お茶パックが9袋入ってるんですね。そして、美味しい入れ方ということで、お湯の量はですね約 140ml なんですね。なのでこう1回1回マグカップで毎回出来たてが飲めてしまうという優れものなんですね。でこの時期も今もう冬もう真っ只中ですから、もうとにかく冷たい飲み物は NG です。冷たいものを飲んでしまうとあなたの腸が冷えてしまって代謝が落ちてしまって太ってしまいますから、もうとにかく温かい飲み物かもうせめて常温にしてください。でこの部分はですね、このタイプは、お湯で作ってくださいね。お湯 140ml です。そして沸騰したお湯を使って素材の旨味をしっかり出していただいた後にマグカップに蓋をしていただいて約5分蒸らしていただくと、もうめっちゃくちゃ香り高いお茶に大変身しますから、慌てて作らずにぜひぜひ熱い熱湯を注いだら蓋をして5分待ってくださいね。もう最高に美味しいアイドル水が出来上がります。ですからこのお話にまとめますと、ポイントは女性ホルモンです。私たち女性は30代を過ぎますと女性ホルモンの分泌が減ってきてしまって、結果こういったその血糖値を上昇を抑えてくれる効果であったりとかですね、女性ホルモンのバランスを整えてくれるこういったイソフラボンのその同じような効果がまあなくなってしまうので、その代わりにこのハニーブッシュというお茶を飲むことで補うことができますよということ。で作り方のポイントはベースのアイドル水の材料はあるんですけれども、今回はもうとにかく温かいものを出来たてで美味しく召し上がっていただきたいので、毎回マグカップにこの裏に書いてある作り方をベースにですね一回一回飲まれると良いですよということで、まあ、確かにこう飲みすぎてしまってはいけませんから、まあ、いくらノンカフェインとはいえですね、飲みすぎは NG なので、1日に大体まあ 2,3 杯ぐらい 500ml にまあ収まるぐらいの量でしたら良いと思いますので、ぜひぜひこのハニーブッシュの力を借りてアイドル水作ってみてくださいね。でまたこのハニーブッシュプラス先ほどお伝えしました生姜とレモンも入ってます。で生姜もレモンもすごく脂肪の吸収を抑えてくれたりとかですね、脂肪の燃焼効果があったり代謝を上げてくれたり、もう温め効果もありますから、もうとにかくこの一袋で全ての痩せる効果がギュッと詰まっているお茶になりますので、
一押しです。ぜひあなたもこういった美味しくて痩せるお茶ですね、しかも女性ホルモンを整えてくれるこういったお茶の力を借りて健康的で綺麗に痩せていっていただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのような様々な健康法、腸活法、ダイエット法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的に綺麗に痩せる、リバウンドなしでですね、痩せる力をですねつけていただきたいなと思って毎日発信しております。この動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。でまた作り方やいろんなこう材料ですね、先生この材料はどうですかといろんなご質問が来ています。その場合は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、そちらから皆様ご登録後直接私とお話ししておりますので、あなたもご必要でしたら遠慮なくおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。